日常的にあることでエレベーターに乗れない。今現在でいいねが 7.5 万件、リツイートが 1.8 万件、そして私のこのツイッターに直接コメントいただいているのが1869件あります。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、ツイッターでとても反響があったエレベーター利用のことについてお話ししていきたいと思います。10月28日の金曜日のお昼にですね、こんなツイッターを私は書きました。2階から1階に降りたいだけなのに人が多くて乗れなくて何機も見送って15分くらい待ってた。トイレにも行きたくて障害があって我慢ができないから漏れとの戦い。車椅子はエレベーターしか手段がない。歩ける人は階段もエレベーターも手段がある。そっち使ってほしいっていうのはわがままなのかなという文章とともに、私がそのエレベーターの前でプンスカしてるような顔とともに投稿したんですけど、今これ10月31日、投稿から3日後のお昼ぐらいに今撮っているんですが、今現在でいいねが 7.5 万件、リツイートが 1.8 万件、そして私のこのツイッターに直接コメントいただいているのが1869件あります。こんなに正直反響があるとは思っていませんでした。この写真を撮った場所っていうのは福岡駅のところになるんですけども、車椅子の専用エレベーターっていうのも実際にはありました。ただそこも人が乗っていて見送るという事実もあって、全部で4機はあったんですけど、稼働してたのはでも1機は全然来てなかった記憶なので、本当にその2機と1機だけなのかなと思うんですけど、まあ、実際混みますよとも書いてあって、専用のところも私はボタンを押してたし、他のところもボタンを押して待っていたんです。そこで同じフロアで待っている方っていうのは1組2組くらいしかいなかったんですが、それでも上から降りてくる人たちがたくさんいらっしゃって、全然乗ることができなかったという投稿になります。ただこれって車椅子の人たちからしてみたら本当に日常的にあることで、エレベーターに乗れない、人がたくさんいて乗れないということは本当にあります。で、今は優先エレベーターも大きいデパートではたくさんあるんですが、そこも実際乗れないことも多いですし、その優先エレベーターっていうのも1機しか稼働してなかったりするので、そこでもものすごく待つことっていうのもたくさんあります。で、今回こういうツイートをした中で私自身もたくさん学ぶことがありました。まず一つは、同じようにエレベーターに乗れなくて困ってるんですっていう声が多かったのが、ベビーカーを使ってるご家族の方ですね。実際私も同じようにベビーカーの方々と並ぶことがあって、やっぱりベビーカーの人たちと同じように何回も何回も見送るということがあります。で、またベビーカーと車椅子で待っててセットで乗るってなかなか難しいんですね。やっぱベビーカーの人たちも結構スペースを使いますし、私たちも結構スペースを使うから、あ、どっち行きますか、どっち行きますかっていう感じになりますし、人がたくさん乗っていて少し隙間があれば普通の方々は多分乗れるんですが、やっぱりこう車椅子とかベビーカーのサイズ感だとぎゅうぎゅうのところに突っ込んでいくっていうのも申し訳ないですし、ある程度のスペースがないと相手にぶつかっても何か言われるの嫌だなと思って、ある程度のスペースがあるエレベーターじゃないとこう自ら乗りに行くっていう行為をしないというのも正直あります。で、今回そんな車椅子の人待ってるのに降りないなんてありえない、非常識だっていう声もたくさんいただいたし、上に行こうとしてるのか下に行こうとしてるのかがわからないから、こっちからもどういうアクションをしていいかもわからないという声もあったので、声をかけてくれたら乗りたいんです、下に行きたいので乗せてもらえますかみたいな感じで言ってくれたらスペース空けますよっていう声も多かったです。いっぱいになってるものに自分でこう突っ込む、自分ですいません降りてください、代わりに私が乗りたいんですっていうのって
なんだこいつって思われないかなって正直思うので、そんなことできないって思ってたんですが、わからないから声かけてくれたら嬉しいですって、なんかそういう声を今回聞いて、普段私山形に住んでいてエレベーターが混んでいるという機会っていうのはあまりないんですが、やっぱり東京とか、まあ、それこそ福岡とか大阪とか、まあ、都心部ですね、やっぱり混んでるところに行ってそういうシチュエーションがあったらちょっと一度お声掛けしてみようかなと思います。で、あのエレベーター問題をじゃあどうやったら解決できるのかなというのもありました。まあ、実際その人と人同士がコミュニケーションをとって乗り降りするということも大切だと思いますが、いろんな案をくださった方もいました。一つはエレベーターの、その私たちが車椅子のボタンをポチって押したらエレベーター内にいる人たちにアナウンスとして何階に車椅子の人が下りボタンを押しましたみたいな感じでアナウンスしてくれたら皆さんが分かりやすく、あ、今下りの何階で待ってるんだ、自分たちが乗ってるエレベーターのところで待ってるんだって思ってくださって、自然とその前の階で降りようかとかっていう風になってくれるのかなとも思いました。よくあのペットボタンってあるじゃないですか。私も実際福岡に初めて、一人暮らししてマンション住むようになって初めて知ったシステムなんですけど、ペットが乗っているよっていうお知らせのボタンとしてペットボタンっていうボタンがエレベーター内にあって、それを押すと他の階で待ってる人たちにペット今このエレベーター内に乗ってますよっていうのがお知らせ行くんですね。だからそれの逆で車椅子バージョンができるシステムとしてはできるんじゃないかなと思いました。なの他のものとしては、上に行くのか下に行くのかわからないっていうのもあるし、やっぱこう3機がね並んでたりするとどれが一番早く来るんだみたいな、あのレジのどの列に並んだら一番早く自分が会計できるかなみたいなのと多分同じで、それもよく東京とかだと品川駅で私はこれすごいなと思ったんですが、どこどこの行きの電車が同じ路線に入ってくるから列がすごく長くなる。でも行き先が違うからそれがごちゃ混ぜにならないように、空港行き線の人はこの青の列、どこどこ行きの人は黄色の列、どこどこの行きの人は赤い列っていう風に区切られてるんですね。だからそれと同じでエレベーター前のフロアにも下りの列、上りの列っていうのをなんかその3機のこの前の方に作ったら順番に、そして分かりやすくできるんじゃないのかななんてちょっと思いました。だからこういったのもなんかもし提案できる機会であったり提案できる場所があれば、今後そういう風に提案をしてってベビーカーの人とか、車椅子の人とか、あとはねその内部疾患足が悪い方とか、エレベーター乗りやすいようにできる環境になってくれたらいいなと思いますし、まあ、今回やっぱり知らなかった、分からなかったっていうところからあるので、もっともっと私自身も発信を頑張りたいと思います。であとはですね、まあ、その、まあ、ツイッターって限られた文字数の中でどうしても言わなきゃいけないことで、歩ける人は階段とか、まあ、エスカレーターとか使ってほしいっていうふうに書きましたが、内部疾患でとか膝が痛くて悪くて歩ける人っていう風にくくってほしくないですっていう方もいらっしゃいました。私はそういう意味で書いたわけではなく、そこまでどうしても書けない部分があるので歩ける人という風に区切ってしまいましたが、エレベーターじゃないと移動がしんどいなという方々はやっぱり優先的にエレベーターが使える世の中がもっともっと進んでくれたらいいなと思いますし、皆さんのそういうお互いの気持ちのね共有をし合いながらやっていけたらいいのかなと思います。そんなのしなくていいよって、しないのが当たり前だよっていうのも分かりますし、そういうことが本当は一番理想なのかもしれないですけど、まずその前の一歩としてお互いに利用したい人たち、まあ、私とか車椅子ユーザーさんとか内部疾患持ちの人とかベビーカーの人たちとか、乗りたいんですよっていうことをこっちからちゃんと言って、乗ってる側の人たちも心よく、あ、分かった、じゃあ私たち階段で行くねとかエスカレーターで行くねっていう風にしていただけたらと思います。今回このツイートが本当にこんなに反響があると思いませんでしたが、すごく皆さんにとって、私にとっていいきっかけとなってくれたのではないかなと思います。はい、
ということで、はい、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。